関東は肌寒いって名古屋も寒そう外はにじゃないや動画あ見てくれました姫たんとのやつなんかありえない頻度で呼んでいただいていたのでこうちょっと最近ね寂しいハッピーというゆずぽが合体してるから最初なんて呼んでいいか分かんなかっただってハッピーゆずぽさんバースデーですもう空白入れられんかった これはカワチカワチ黄緑です昇格3周年おめでとうありがとう <laughs> 珍しくあの昨日インスタも更新したのでなんかちょっとやることやってたら遅くなっちゃってごめんなさい膝は なんてんていうですか外傷は多分まだ治ってないんだけど打撲の痛みがめっちゃ引きまして痛さがなくなったのはだいぶでかいですねこれちょっとワンチャンお見送り膝つけるかもしんない <laughs> 劇場で「鉄なのみゆちゃんめちゃめちゃんこかっこよかったです」だって本当に嬉しいよありがとう「エスコエのみゆちゃんもぜひ見に来てください 頭脳線はなんか「手」って書いてあるこっちの手見せると痛そうって言われるんだった手」って書いてあるこれですこれが頭脳線私こっちの手にないんですよ頭脳線がほぼ <laughs> ぶっちぎれてて <laughs> ぶっちぎれてて大体いいさこの「この手」っていうのってさここまでつながってる人見ればさ大体このね私もこっちの手はなってるんですけどこう「手」っていう形になってるじゃないですかあのこっちの手だけあのぶっちぎれててないんですよ えそう私手相めっちゃ薄い <laughs> 自分も頭脳性ないかもしれないだってピエンそう痛みは本当にあと外傷だけプクプクさんが剥がれてきたらいいんですけどあ今日劇場行きますか待ってます今日は皆さん赤黄色で行きましょう ゆずぽさんが二十歳ってやばくない。やばいよね。今日は立ち見 P 席です。お、立ち見 P 席ってどこですか。<laughs> なんか皆さんはよくあの E 列のまるまるにいますとかね教えてくれるんですけど、あの H のここにいるよとかね。でもあの最近学んだのは。 えっとね、えっと、番号が大きくなると下手で番号が若いと上手なのを覚えたんですけどあのー、P 席は何列目とかがわかんない <laughs> そうだからあのー、ぜひ何列目とかだよーとか下手側だよーって教えてくれると嬉しいです <laughs> そう ちなみに長ちゃんもそう18歳ですけどうん、なんかめっちゃ言われました先輩に「高校卒業してから2年間あっという間だから」って言われてあの倉島さんと怯えてますプルプル下手の一番後ろ了解ついこの間バナナでいたずらしてたのそれな それな愛のルールのゆずぽさん大好きやで <laughs> ツインテールがとってもかわちかったわよね上手の D 列ですお了解了解トレード申し込んでる当たってほしい当たりますよう、ね、に。前回の初期型ツインかわちかった そうなんかやっぱツインテール似合いますねみたいな言いに行ったらなんかでも長くないって言われて確かにい「いやでもポニーテールした時はその長さが一番入ると思います」って言ったら「えー、じゃあこのままでいよう」って言ってくれてかちょっとねかわちかわちです。 下手前方中坂ファンだだらけだったそれな下手ね4列目くらいまでねすごい私のファンの方固まっててでも後ろにも中坂のファンいっぱいいて実は上手の、ま、前の方にもいてみたいなもうこの前の「鉄な」はもうどこ見ても中坂ファンしかいなくてこれも中坂ファンしかいないんじゃないかって思いました当日生誕だねね 後日生誕ってさどんな気持ちなんだろうなんかえっ二十歳になった自分みたいになってでもなんかい一気に実感が起きそう生誕祭まで行われるとえー、ゆずぽさんが二十歳か怖っ中坂さんは直感型ですかあ直感型ですねあ,のあんま考えて生きてないので行き当たりばったり人間です 当日生誕やってみたいうんどっちでもいいかなでも何だろう当日あのさっきも「当日生誕はやったことありますか?」っていうコメントがあるんですけどあのと私当日公演だけど当日生誕じゃない公演っていうものを味わったことがありましてうんまああんま関係ないかなとかも思ったりするんですけど何だろう <laughs> そう何だろう うん、なんだろう <laughs> どっちでもいいかなそう <laughs> そう思わせておいて結構考えている印象ですじゃあ SKE とかは結構あなんで言うんでしょう SKE とか。 学校とか,これこなんか人生に関わってくる系はこう慎重だけどいやそんなことないな学校は全然慎重じゃないけどなんだろう,こうなんて言うんですかねもう普通の日常生活は割と行き当たりばったりかもしれないそう誕生日お仕事だとお祝いしていただけるのですごい嬉しいですねうん暇よりはいいかも <laughs> あみちゃんが高校卒業するのもなかなか怖い、ね。怖い怖い。<laughs> <laughs> 誕生日は有給取って現実逃避しまくってます。え、それ大事です。なんか、こう皆さんが。どういうお職場でね、お仕事されてるかとかは、ちょっと中坂さんもわからないんですけど。 中坂は結構好きなことを今お仕事にさせていただいてお祝いしていただいてるしこう仲間とかが一緒にお祝いしてくれるからハッピーですけどねえ <laughs> ねえ12期千葉の子朝から配信してるだってさらちゃんさらちゃん昨日も朝から配信してたよねえらいねえ ゆずぽさんは二十歳,歳になりたくないんだってかわいいね今日はスタバかマックか迷う日ですねだってそうなの中坂的には今日時間に余裕があれば寄りたいスタバに <laughs> そう今日は赤と黄色でお願いします 長坂も髪は伸ばしたいんですけどなんだろうね今毛量が結構私 SK の中でも多い方なんですけど伸ばすともうボーッみたいになるんですよ <laughs> だから短いから今はこう毛量をごまかせてるだけであのボウッみたいな髪の毛だからあのー、ねなんかね悩んでるうんが悩むんですよ悩むんです 見的には伸ばすのも好きですけどもう今でさえこのね短さのアイロンでさえ結構面倒くさいなって思ってるのに長くなったら結構やばいなみたいな感じです。そう そう、うドライヤーの時間も伸びちゃう今は10分で終わるんでベリーショートはしたことありますけど SK に入ってからはないですけどちっちゃい頃にしたことがありますもうね男の子みたいな少年みたいな髪型だったんだけど結構自分の中で嫌で <laughs> すぐ伸ばしました あでも昨日なんかツイートを見てたらツイートじゃないポストを見てたらあの私が髪の毛めっちゃ長い時の動画を上げてる方がいてなんかと思いました本当にミレイちゃんとかクルミンくらい長い時があったんですよ本当にこれガチねそう伸ばしたいけど伸ばしてる途中に切れたくなっちゃうすぐっていう感じです ドライヤーいらないようだったらいいですねわっ今日チョコパイなのそれはじゃあマック一択じゃねそう中学3年生の時です前髪が気になるじゃん今日パシパシじゃない前髪なんか最近重くなったって言われるんですけど前髪を本当は眉毛がいい感じにして薄くしていきたい ヘアドネーションはまた伸びたらやりたいですでも伸ばせないんです <laughs> あの頃はどうやって伸ばしてたんだろう三角チョコパイ食べたいんだけど私もキャラメル食べたいでもこれワンちゃん今日買ってきてもらえる説あるなみんな「え三角チョコパイ食べたい」みたいな流れにならなくないチーム S ス <laughs> そういういいい流れにになることと身を任せたいと思いましたそうだみ今年の青梅さんの生誕祭でもちゃんとおでこ出そうって思ってたのにあの青梅さんの生誕祭がないよね今年。だからどうしよう <laughs>。 スタバの新作はわかんない。仕事行きます。頑張ってね。マックかスタバか教えてください。後で。送る会で出す。えー。 まあでも確かに考えときます青海さん誕生日に勝手にやるのはありですね真っ黒ハロウィンってこと楽しみだな去年芋食べました芋飲みましたねハロウィンで思い出したんですけど えあのサーティワンの新作めっちゃおいしそうじゃないですかキュルキュルやばいの本当においしそうなのよあのね3つ出てて真ん中のがおいしそうだったのだからちょっとこれも食べた方いたら教えてください味ゆずぽさんの今日の髪型予想は中坂的にはあの髪型一択なんですけど 当たったっら気まずいので言わなーい <laughs> 何系え。なないめっちゃゃそうじゃない長坂は最近今までの31はもうソルベとかねフルーツみたいなやつしか食べてこなかったんだけど最近気づいたんですよ一番美味しいのってあのチョコとかクリームとかそっち系なんだなっていうのに気づいてしまって自分のね自分の好みがそれなので。 私はもうクッキークリームとかチョコチップとかが大好きなのでなんか一回ねトリプルを食べた時にバニラクッキークリームチョコチップみたいなすごくない多分ほとんど同じ味してるんだけどめっちゃ美味しかったですラムレーズンってちょっと大人じゃないみんな何が好きですかナッツわかんないナッツトゥーユーみたいなやつか いやキャラメルリボンはあのバブいときにめっちゃハマってバニラ美味しいよねあのフレンチバニラってやつがめっちゃ美味しいんですよ期間限定で出るやつクッキークリームとか美味しいんですよ都会でハロウィンコスプレするしますよかもしれないのでよかったら中坂みゆちゃん制服キャワキャワマンと写真撮りませんか 皆さんが好きなポーズを指定してあの勝手に制服グラビアを作りませんか <laughs> 森永のパリパリサンドは私もハマってますポッピングシャワー美味しいよねストロベリーあベリベリーストロベリー最後になるかもしれないですよ。まあ、GK で制服なのは最後かもしれないですね。 ツーショット実は買ったということありがとうございます今日富士八冠誕生かもえそうなのすごそう幕張のツーショット会はパリオパリオパレオです またあののテーブルなのかな、ね、かんなかかねねわんいです、ね、また先なのにすでに緊張しております緊張も楽しみましょう緊張緊緊張も楽しみましょう気になるじゃあ来,来れる日にぜひ来てくださいなんか痩せたはずなのに顔がパンパンなんだけど何これ ツーショットどこから申し込めるツーショット会はミュモミューモショップっていうネットでミューモって調べたら SKE のホーム,ム SKE の申し込みフォームが出てきますじゃあ終わりまーちよいしょ,いしょこれからシュットするあ本当にむくんでるだけだよね 中坂さんにはじめましてするまでに少しでも体を絞ろうと思い運動を1か月続けられましただってえっすごいよめっちゃすごいでも頑張ろう <laughs> そう幕張の申し込みはあさってまでです終わりまーち えー、ワンワンさんたらのむたらのおんぷ、えー、かたちゃんぺいさんワンワンさんたらのむたらのむたらの音んぷトラさんお花とばめがねさんハートかたちゃんぺいさんコバハムスターさんタコさん方たちゃんぺいさんお花あしらさんだるまえ何だろうこれは天使天使さんだるまだるま社長子さんハート中坂さんたらのむたらの音んぷキーさんだるまだるまひよこさんハートハート社長子さんたらの音符ぷひよこさんハートハートブーブーグーグーさんハートハー,ート社長子さんたらの音符ぷえー さんハートピースさんハートスギさんハートハートおきいさんだるまだるまペンギンさんハートむしゃらすかいさんハートハートガローさんハートメイドメロンさん可愛いええお化けさんなんだろうハロウィンみたいなお化けさんハート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 社長子さんハートピピピピさんたらの音符ハロウィンみたいなお化けさんハートハートおきいさんハートルンルン猫さんハートアシラさんお花束えルンルンネコさんハートええ 子さんハートむしゃらすかるさんハートオレンジさんハートええラっとぶつまるくんさんマジの帽子ハロウィンみたいなおばけさんハートピピピ,ピさんとらのおんぷオんまシアンハートハートええー、むしゃらすかるさんハートメロンクリームソーダクマさん結婚して さんハートハートブブグーグーさんハートハートハートネギネギさんハート社長子さんたらのオンプブブグーグーさんハートハートネギネギさんハートハートブブグーグーさんハートハートネギネギさんハートハートビックリママさんマジの帽子ネギネギさんハートハートピピヘピさんたらのオンプブブグーグーさんハートハートネギネギさんハートハートピピヘピピさんたらのオープネギネギさんハート中坂さんハートメイドメロさんハート ネギネギさんハートハートハートピッピヘピサンタランのオープンネギネギさんハートハートハート白のノクマサハートネギネギさんハートハート白のノクマサハートピッピヘピサンタランのオープンルン猫さんお花メイドメロンさんお花束ドルマさんお花ドートイセギさん可愛いいワマサタランのバタランのバタランのオタランえー、中坂さんみずいろのドルマピッピヘピサンタランのオープン中坂さんハート ええー、ワンワン,ンさんたらんの音符みよたんさん魔女の帽子ワンワンさんたらんのぶ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 たらんの音符トトイセギさんハートひよこさんハートピピピピさんレインボーひよこさんハートブブググさんハートハート,ハート,ートおきいさんレインボーエゴさん魔女の帽子帽子モフモさんグッドゲームみどりさんハート ええー、とさんレインボーペンギンさんだるまエゴーさんハートリボンクマさんハートペンギンさんだるまえーカっクカクロボットさんマジュの帽子緑さんハートハートえー、で自転車ラスカルさの帽子んかマジュの帽子タラーのおんぶカロボットクんロボットさんハート海賊王さんハートありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんあり,ありがとうございますありがとうございまえすいえい ななんかありえいいくらいのねお腹が鳴ってたみんなにも多分音は乗ってないんだけどマイクにすごい低い音で「ふう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 みたいなほんとにすごかったです。ということで改めて今日もたくさんのギフト本当にありがとうございますあの本当に朝早いのにギフトが消えちゃうくらい本当にたくさんの方がギフト投げてくれて嬉しいです。ありがとうございます。 朝ごはんはね最近ね毎日サンドイッチなのでサンドイッチだと思いますではランキング見ます今日の中身の13位はデくでくでくで,でん紫のアバターのフフさんですありがとうございますありがとうありがとう何か食べてから配信するべきなんですけど結構ギリギリまで寝てるので 難しいみたいな今日は5分前に起きたんですけどね5分前は早いですということでえー、74歳の方おめでとうございます朝配信すると肌が白く見えませんなんか透明感すごくない今日透けて見えないんちゃうこれでは2時から読みますいきますせーの 中坂さん、ガロウさん、ブブググさん、ハムスターさん、メイドメロンさん、パンダシャンシャンさん、ルンルン猫さん、ありがとうございますイエーイありがとうございます なんかみんなに、あのー、それをあのメンバーに別に自慢したわけじゃないんですけど「なんかよく,よく朝配信続けるよね」って言われたから「あの起きて5分とかでやってるからかな」みたいに言ったら「なんかその画像その動画が一生世に残るんだよ」って言われたんですけどまあ自分かわっちって思ってるからいいや <laughs> <laughs> ということで13から読みます。 13位んんふありがとうございます。トラさん、ガオ<顔>ー。か12んふありがとうございます。トートユサギ、ぴょんぴょん。11いんふんふありがとうございます。ねぎねぎ。10位んふんふん、ありがとうございます。もふもふ。うん 九位フふフン、さあありがとうございます。うー、リボンクマ。八位ふフふフフン、さあありがとうございます。ピッピフユゆっぴ位、ふフふン、さあありがとうございます。ウキウキウキ六位、ふフふさあありがとうございます。ことちゃん、ペペ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 ふペ。フフ 5いふフふンさんありがとうございます。わん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 。4いふフふフふフふンさんありがとうございます。みなさんはたごんさんと一緒にうどん食べに行くいくよー。3いふフふンさんありがとうございます。マスクしてるクロみちゃん。2いフふフさんありがとうございます。やっほー。

えー、今日も皆さん配信見ていただきありがとうございました、えー、今日はですねゆずぽさんの生誕祭ということで、えー、しかも当日生誕なのでもう全力で盛り上げていきたいと思います皆さんは赤黄色のサイりウムをね来られる方ブンブン振って配信の皆さんもゆずぽさんにおめでとうの気持ちを届けていただけたらなと思いますハッピーゆずぽさんバースデーということでね終わりたいと思います朝から配信ありがとうだって見てくれてありがとうみんなでは終わりますせーの Bye, Joe. Dragon, boom, boom.